ラブコール、フェリックス電撃移籍へ。マンチェスターユナイテッドは、今夏の移籍市場でジョアン・フェリックスの獲得を実現するためにアトレティコ・マドリードと選手のトレードを行うと報じられている。アトレティコはメイソン・グリーンウッドの獲得を目指しているとされており、マンユーにグリーンウッドとフェリックスのトレードを提示しているようだ。悪い意味でマルシャルの代わりが務まりそう。なんで素行不良の人ばかり。本当の話なら絶対行った方がいい。活躍できるかは別の話ですが、全員にとって、この移籍が一番いいのかもしれない。ユナイテッドはまず監督の去就だろう。そこがはっきりしないと補強ポイントもブレるからね。スターが欲しいマニュー、堅実性が欲しいアトレティコ。あんなクソ緩いプレスしかできないやつじゃ試合には出続けられないだろうな。ユナイテッドはまた守備微妙な人が増えるのか。グリーンウッド戻せるのが一番いいと思うけど、それが無理ならトレードでも仕方ないのかな。とはいえフェリックスはちょっと。ユナイテッドにフェリックスはいらないかな。アスリートとしてはいいんだけどね。グリーンウッドはサッカーに関しては真面目だよ。お互い自チームに居場所がない者同士、移籍金も近い、またチームが求めているプレートポジション。こんなにしっくりとくるトレードも珍しいのでは。アトレティコにしかメリットないって。希望は好きなだけ言えばいいけど。